お花は JFL 東京武蔵野市ティ f c のマスコットキャラクター。本名は心花リンカネートブロッサム。モチーフは武蔵野市民より心から愛されていたが、2016年5月にこの世を去った井の頭自然文化園のアジア像、花子。頭にはクラブエンブレムに入っている紫草とサッカーボールのフェロニエールをあしらい、花のハートは武蔵野とチームへの愛。 そして、命を表現。勝利の女神となったことから、耳は翼に変化。頭にあった天使の輪は、サッカーでは使わない手につけている。2017年3月にデザインを発表。デザインは、武蔵野市在住のキャラクターデザイナーである、森チャックによるもの。制作期間は、約半年。数多くの J クラブのマスコットがいる中、個性が埋没してしまわないよう。 差別化の意味も含め、クラブの好一点のマネージャーのような元気をくれる、チアリーダー、翼を有する勝利の女神、そのすべてを兼ね備える存在をイメージしながら制作。武蔵野には、日本を代表する、ファッションタウン吉祥寺、三鷹、武蔵境等の有名エリアがあるため、マスコットがそのエリアにも馴染む、よう、チームカラーやエンブレムの要素を踏まえたテイストにしている。名称は、 一般公募によって決定。武蔵野の地に残し、市民の心に咲く花のような存在になるように、J リーグ昇格という大輪の花を咲かせる、武蔵野シティ FC が市民の花になりますように、という願いから、小花と名付けられた。5月27日第19回日本、フットボールリーグファーストステージ第11節、ビアティムミエセンのハーフタイムで発表した。 立体化は2018年を予定。チームの活動を見守りながら、ゆくゆくは、武蔵野市近郊で開催されるお祭りなどに参加し、地域の活動も積極的に盛り上げていく。ありがとうございます。